はい、協会のチャンネル税理士の諸田です。今回はこちらの企業費用はいくらかかるっていうところで、こちらですね、調査結果の方でですね、割合とかも出てますんで、その内容をですねお伝えしていきたいと思います。はい、それではですね、こちらの企業費用いくらかかるっていうところで、2014年から2019年に起業した人ですね、こちらの割合についてですね、日本政策金融公庫の、ね、総合研究所っていうところで、ね、調査結果をまとめられてますんで、そちらなんですけれども、半分以上が50万円未満で起業されてるんですね。で、こちらのね、内訳なんですけれども、この起業家とパートタイム起業家で区分されてまして、この起業家の方でいくと、費用がかからなかった人が 28.3% ですね。50万円未満の人が 30.0%。で、50万から100万が 8.0。100万から500万が 22.8。500から1000が 5.5。1000万円以上が 5.5 っていう形で区分されてます。で、こちらのパートタイム起業家でいくと、もう 45.4% が費用かかってないんですよね。で、36.8% の人が50万円未満で起業されてると。で、4.2% の人が50から100ですね。で、9.6 のところが100から500。500から1000が 2.7 ですね。で、1000万以上が 1.3 っていう形で、こういった区分になってるわけなんですけれども、まあ結構ね、もうパートタイム起業家でいくと、ほぼ50万未満でやってるっていうところがわかると思うんですね。で、このね、起業家とパートタイム起業家ですね、簡単に説明していきますと、全国のね、18歳から69歳までの男女の方を対象にしてまして、その中でですね、この2つに区分にしてまして、自分で起業した方っていうのはこの上の区分になるんですけれども、その中でですね、事業に充てる時間が週に35時間以上の方は起業家と、で、35時間未満の方がパートタイム起業家っていう区分になってます。で、この下の部分ですね、の区分でいくと、勤務収入以外の収入の有無なので、まあ、勤めてる方を対象に副業でですね、事業をされてるっていうイメージになってまして、その副業に当てる時間が週に35時間以上も当ててるんでしたら起業家ですよねっていう区分になってます。で、35時間未満はパートタイム起業家、まあ、こういった区分の中でね、集計されてるっていうふうに思っていただけたらと思います。はい、で、この中のね、先ほどのちょっと結果なんですけども、まあ、企業費用の中で、まあ、企業家とパートタイム企業家っていうところで、まあ、企業家であればトータル 58.3% の方が50万円未満で起業してると。で、パートタイム企業家でいくとここですね、 12.2% の方が50万円未満で起業してるんですよというところが分かってくるというところですね。で、この中でですね、企業費用はこういった部分になってるんですけども、この企業費用をどうやって用意してるか、自分でお金を用意してるのか借りてるのかっていうところですね、そこを見ていきたいと思いますね。こちらの企業費用に占める自己資金割合っていうところで、この起業家の方でいくと、この白い部分ですね、ここが 100% 自己資金だけで起業、自分のお金だけで起業したりする方ですね、それが 71.8% いてるんですよと。で、パートタイム起業家でいくと 75.2% っていうところで、で、ここの部分ですね、自己資金を用意している割合ですね、50% から 100% の人、0から 50%、まあこの0でいくと自己資金は用意してなくて、お金を借りて起業されてる子ですね。で、ここの借りてるっていう意味でいくと、金融機関の借り入れと周りの人ですね、親族とかの借り入れを含んだ分になってくるんで、それら含めた借り入れの割合がどうだったかっていうところですね。で、まあ、先ほどのね、起業費用ですね、起業費用は50万円以上とかね、100万円以上っていう割合がかなり少なかったと思うんですけども、まあ、そこの結構起業費用かかる人っていうのは、やっぱりその店舗であったりとかですね、事務所であったりっていうことで、場所を別で借りてる人が多いと思うんですね。やっぱり場所を別で借りると、もちろん敷金とかですね、礼金とかですね、事務所の費用とかですね、光熱費とか固定費用がね、また別途かかってくるんで、そこでやっぱり企業費用っていうのはそれなりに大きくなると、まあ、あとは在庫がいるような人がですね、そういったところで在庫仕入れたりしないといけないんでね、そういったですね、初期費用がかかるビジネスっていうのは借りてる方が多いんじゃないかなというところですね。で、やっぱりね、0から50万円未満で起業されてる方っていうのはほとんど、まあ、自己資金でやってる人が多いんじゃないかなって、まあ、そういったところが分かってくるかなと思います。はい、それではですね、最後まとめっていうところで見ていきます。企業費用はね、50万円未満の割合っていうのが、企業家で 58.3%、パートタイム企業家で 82.2% っていうところで、結構多い割合の人がね、50万円未満の企業をされてるというところですね。で、ここでですね、大きな違いっていうところで区分するとですね、この自宅でね、起業するか、まあ、店舗や事務所を借りるかで大きな違いがあるんじゃないかなっていうところがあると思います。
まあ、やっぱり自宅で起業するとね、その兼用できるんで、別でね費用を負担するってあんまりなくても済むんですけれども、店舗とか事務所を借りちゃうとやっぱりどうしても家賃とかですね、それに伴って固定費っていうのがかかってくるんで、初期費用も大きくなってくると。そうなるとやっぱり借りて起業される方も増えてくるってですね、そこの大きな違いがあるかなっていうところが分かってくるかなと思います。はい、それでは今回の起業家のチャンネル以上となります。今回の内容が少しでも役に立ったと思っていただけましたら、チャンネル登録と評価の方ですね、押していただけると思います。ありがとうございました。